事件については、皆さんよくご存知だけれども、通襲事件とは何だろうなということでですね、この今日の会場がですね、どのぐらい埋まってくれるのかなというのが、事務局長の石原と申しましては大変心配でございました。今日は本当にたくさんの方々においでいただきまして、本当に感謝を申し上げます。ありがとうございます。 この会は今日の7月29日の節目でございますね。 79年前、 この通州で日本人が200数十人虐されたと、そういう中でですね、本日この会が発足することができたのは大変意義あることであるし、また大変嬉しいことだと思っております。この 通襲基金をですね、ベースにしまして、この通襲事件というものをなんとかですね、日本国内、そして世界に向けてですね、発信していかなきゃいけない。で、今のところですね、本来はこれは日本政府がやることなんですが、残念ながら日本政府はまだ目覚めておらない。それを待ってる時間ございませんので、 今日ね、ここにお集まりいただいた皆様方、そして私たちと一緒になってですね、この通襲事件を一日も早く世界の常識としてですね、中国の暴力、中国の暴力を表す最もよく表す事件である、中国の性格、中国というのはこういう国だということをはっきり示す、この事件をですね、世界に共有させ、何が何でも協力したいと思います。で、 お願いでございます。これはですね、この基金は発足したばかりですが、いかんせんまだ人材も足りませんし、お金も足りません。ですから、できるだけ多くの方々にですね、この基金に参加していただきたい。で、先ほどですね、皆さんにお配りしたあるこのブルーの封筒を上げていただきますとですね、このニュースレターナンバーワンというのがございますね。 この1ページにですね、通襲事件アーカイブ設立基金会員募集のお知らせというのがございます。で、これはまあ読んでいただければお分かりいただけるんですが、この一番最後にですね、最後のページ、通襲事件アーカイブ設立基金会員入会寄付金申込書 いうこの特別なペーパーが入っております。これをちょっとご説明いたしますと、実はですね、この基金には2種類の会員を設定しております。一つはですね、私たちと一緒に実際に活動をしていただく会員でございます。で、もう一つはですね、ぜひ日本のためにもですね、この通襲事件のこの基金に参加して一緒に頑張りたいんだけれども、ちょっと時間もないし、あるいは体力的にもちょっと問題があるんで、しかし、なんとかですね、発覚したいという会員さんですね。これを、この2つの会員を私どもは設定しておくわけでございます。で、
最初その活動を一緒に活動していた会員この方々はですね、まずこの活動の中に3つの部会を設けてございます。1つが企画部会。この企画部会というのはこの今後この通習のこの基金をどうやって、運営していくか、あるいはどういう催し物をして世界に知らしめていくか、そういう基本的な企画でございますね。これを担当していた部会。それと、まだまだですね、この通習事件については知られていないことがたくさんございます。で、これをですね、発掘調査して、そして研究していくと、こういうその部会も中核としてですね、この運動をやっていく中核として大変重要な部会だと思っております。それとこの成果をですね、研究した成果、これをどうやって国内と世界に広めていくか、このコミュニケーション、これは当然日本語だけでは追いつかないですから、英語あるいは中国語、いろんな言葉でですね、発信していくということで、特に語学に堪能な方々、こういう方々に参加していただければですね、大変ありがたいと思っております。まあ、この3つの部会にですね、必ず会員さんは所属していただくと。ただし会費はいただいておりません。そういうことでですね、ぜひ我はと思う方は参加していただきたいと思います。で、もう一つのですね、実際の活動はできないけれども、なんとかバックアップしたいなという方、私たちにしてみますとですね、この場合は発足したばかりでございまして、先立つものは全く足りません。ですから定常的にですね、寄付をしていただく、寄付を通してこの運動を盛り上げていただく方、これがその2つ目の会員でございます。で、この方々もこの基金のですね、会員としてちゃんと名簿に載せさせていただき、そして、この今日これですね、このニュースレターナンバーワンということになっておりますが、これをその毎回ですね、新しい情報ができるたびにこれを発行してまいります。それをお送りしていきたいというふうに思っているわけでございます。で、この封筒の中にはですね、まあこういう振込書も入っておりますのでね、これをご利用いただいて、会員でない方でも、よし、この機会にですね、なんとかちょっと俺も寄付してみようという方々、ぜひお願いしたいということで、この振込用紙も入っておるわけでございます。で、実はですね、今日ここにこのロビーで実はいろいろ今日のためにですね、参考になる資料をたくさん作って販売しております。その一つ、大変重要な書類でございますが、この通習事件目撃者の証言、これは今日のために書き上げたものです。出来上がったばかりでございます。これはロビーで1冊500円でお渡ししておりますので、ぜひお買い求めいただきたいと思います。それと、もう一つですね、これはですね、通習事件のこの申請ですね、ユネスコに申請した書類の一部でございます。通習事件新聞記事修正と申します。これはですね、事件が発足して起こってですね、その翌々日4月30日ですね、東京日日新聞の号外から始まって、1935年2年後のですね、7月29日読売新聞、これがですね、当時の生々しい新聞記事です。これをコピーいたしましてですね、ぜひこれは研究資料としてお手元に置いて、いただきたいと思っております。
これは1冊1000円でですね、今日はお分けしておりますので、ぜひお帰りにお買い求めいただきたいと思います。またですね、これ先ほどこの会始まるときにですね、通衆事件の歌、恨みは不可思通衆状という、DVD を流しましたね。実はですね、事件が起こってその年の暮れまでに、なんと8曲もの歌謡曲というかですね、この通衆事件を哀悼する曲がですね、作曲されているに出ました。その中の6曲をですね、ここには収録してございます。でこれはまあ実は非売品でございましてね、通常は3000円のご寄付をいただくとこれを差し上げることになっているんですが、今日はですね、発足の記念する機会でございますので、1000円のご寄付をいただきましたらこれを差し上げたいと思います。また5000円寄付していただけた方にはですね、これとこれですね、新聞修正とこの CD を2つとも差し上げたいと思います。そしてもし1万円踏ん張っていただく方はですね、その上にこの本もつけてですね、3点セットで差し上げたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。それともう一冊ですね、ご紹介したい本がございます。今日この後でご登壇なさる加藤康夫さん、この先生がお書きになったですね、謎解き調査リンバ、これは先生が20冊ほどご提供いただきましてね、格安でロビーで、ご提供しておりますので、これもぜひお買い求めください。この事件と通衆事件は全てつながっておりますということでですね、また後で、最後にもう一回ですね、しつこくご案内申し上げますが、今日はこれでよろしく。